フォルクスワーゲン・トゥーラン。トゥーランは、フォルクスワーゲンが製造、販売している自動車である。5代目ゴルフのプラットフォームを利用して2から3から2の7人乗りを、可能とした小型ミニバンであり、2003年秋に発売された。欧州市場向けには、当初、5人乗り仕様も設定されていたが、現在では廃止されている。駆動方式は FF のみで、 ゴルフの一部グレードやパサート等に用意されている4輪駆動モデル、4モーションはない。欧州ではタクシーとしても多く利用されており、ユーロンキャップで5つ星の安全評価を得ている。欧州市場では、ルノーグランセニック、セニック、プジョー 307SW、ブレーク、シトロエンクサラピカソ、オペルザフィーラなどと競合する。マニュアルトランスミッションは、モデルにより もしくは6速である。また、3列目をオプションとした5人乗り仕様や、SUV テイストを持つ、クロストゥーランもある。日本では、2004年4月に販売が開始された。同年、5代目ゴルフと共に、2004から2005、インポートカーオブザイヤーを受賞した。エンジンはフォルクスワーゲンが不思議と呼称する、直噴ガソリンエンジン、自然吸気。 トランスミッションはすべてティプトロニック付き6速 AT、日本の i c a w 製であった。エアバッグは、運転席、助手席、サイドの合計6つが、標準装備される。2007年3月、マイナーチェンジ2009年9月から一部改良2010年2月5日から、特別限定車、プライムエディションを、発売2010年11月22日から2度目の、 マイナーチェンジ2012年4月3日引く、仕様変更2012年7月25日から一部、改良2012年10月30日、追加モデルとして、クロストゥーランを発表、11月20日販売開始。2013年1月31日、TSI ハイラインの一部改良を、実施2013年11月6日から、特別限定車、グレンツェーンを、 発売2014年1月21日、クロストゥーランを一部改良。2014年4月1日消費税率の引上げ、及び、原材料の高騰に伴う生産コスト上昇と、輸送費上昇に伴う価格改定2014年6月24日から、追加グレード。2015年3月のジュネーブモーターショーに出展。MPV としては、初めて、MQB が採用され、 従来モデル比で 62kg の軽量化。アイドリングストップ機構とエネルギー改正システムを標準搭載、従来製品に比べて最大19%燃費を向上。インフォテインメントシステムには、ミラーリンク、アップル、カープレイ、グーグル、アンドロイドオートに対応するアップコネクトを搭載し、スマートフォンとの連動性も高めている。 日本では2016年1月12日にフルモデルチェンジが発表され、同日より販売を開始した。安全性能では、初代モデルから継続されている装備に加え、アダプティブクルーズコントロール、ク、レーンキープアシストシステム、レーンアシスト、プロアクティブオキュパントプロテクション、プリクラッシュブレーキシステム、フロントアシスト、後席一体型チャイルドシート、インテグレーテッドチャイルドシート、 アクティブボンネット、ポストコリジョンブレーキシステムなどを採用して強化を図り、初代では6つだったエアバックも9つに強化された。前述のように MQB プラットフォームを導入したことで、初代後期型モデルに比べて、全長で 130mm、全幅で 35mm それぞれ拡大し、全高は最大で 30mm 低くなった。 ホイールベースも 110mm 拡大されたことで室内空間が広くなった。また、フラットフォールドシートの採用により2列目、3列目の独立シートと1列目助手席のバックレスト、TSI トレンドラインを除くが簡単な操作ですべて折りたたみ、フロントシートから後ろのすべての部分をフラットで段差のない一つながりのラゲージスースにすることができ。 最大で1857リットルの大容量を実現。3列目シートのみを折りたたんでも最大917リットルの大容量を確保している。2列目シートの前後スライド量が初代モデル比で40ミリメートル増え、3列目シートのレックスペースを54ミリメートル拡大。ドア開口部の拡大と2列目左右シートをワンタッチ操作で前方にスライドする。 e ーエントリー機能の採用により3列目シートの乗降がより容易となった。ボディサイズやホイールベースを拡大しながらも車両重量は 20kg 軽量化されたほか CD10.296 のエアロダイナミックス最高出力最大トルクともに向上された新開発のオールアルミ製1.4リットル TSI エンジンの採用により JC08 モード燃費を 3.5kmL 工場 18.5kmL させ平成32年度燃費基準プラス10%を達成した。グレード体系は初代後期型モデルから継承される TSI カンフォートラインと TSI ハイラインに加え初のエントリーグレードとなる TSI トレンドライン受注生産を加えた3グレードとなボディカラーは カリビアンブルーメタリックとアトランティックブルーメタリックの2つの新色を加えた5色を設定する。同年6月21日には新グレードとして TSIR ラインを追加発売。上級グレードとなる TSI ハイラインをベースに外装はバンパー、フロント、リアとサイドスカートを専用品に変えるともに専用クロームパッケージ、クロームデュアルエキゾーストパイプ、 専用17インチアルミホイール、5ダブルスポークを採用。内装は専用プラスティックデコラティブパネル、専用ファブリックシート、専用レザー3本、スポークマルチファイクションステアリングホイール、オーディオコントロール付け、専用ドアシルプレート、アルミ超ペダルクラスター、アクセル、ブレーキを装備した。ボディカラーは新色のハバネロオレンジメタリック、優勝カラーを含む5色を設定する。 同年7月19日に一部改良。TSIR ライン専用色だった、ハバネローレンジメタリック優勝カラーを TSI カンフォートラインと TSI ハイラインにも設定可能としたほか、TSI トランドラインはレザーシフトノブを標準設定。TSI カンフォートライン、TSI ハイライン、TSIR ラインはプリクラッシュブレーキシステム、フロントアシストに 歩行者検知機能を追加だほか、メーカーオプションのディスカバープロパッケージはディスカバープロの機能強化を行い、Google の Android Auto を含む3つのサービスに対応したコネクティビティ機能、PP コネクト、App コネクトとフォルクスワーゲンの日本使用者では初導入となるテレマティックス機能、ガイドインフォーム、ガイドインフォームを追加した。 2017年1月6日に一部改良。フォルクスワーゲンのミニバンでは、初採用となる渋滞時追従支援システム、トラフィックアシスト、トラフィックアシストを TSI ハイラインとジャーラインに、標準装備 TSI カンフォートラインは、セットオプションのセーフティパッケージに追加した。このシステムはドライバーがあらかじめ設定した先行車との間隔と車速を、 自動で、しながら走行レーンの維持も同時に行う機能で、交通渋滞時や、ストップゴーが多い状況において、アクセルブレーキステアリングを自動的に制御し、ドライバーの運転を支援するものである。また、ドライバーの両手がステアリングを握っていて、ハンドル操作に関与することで、システムが作動するようになっている。なお、トラフィックアシストの追加に伴う、 車両本体価格やオプション価格の変更はなく、据え置きとなる。合わせて TSI カンフォートラインのセットオプションであるアップグレードパッケージには、クロームパッケージ、サイドウィンドウとシルバールーフレールを追加した。同年6月13日に特別限定車 TSI カンフォートラインテックエディションを発売。TSI c ンフォートラインをベースに、アダプティブクルーズコントロール。 渋滞時追従支援システム、トラフィックアシスト、レーンキープアシストシステム、レーンアシスト、プリクラッシュブレーキシステム、フロントアシスト、シティエマーチェンシーブレーキ機能、歩行者検知対応機能付、駐車支援システム、パークアシスト、オプティカルパーキングシステム、パークディスタンスコントロール、フロント、リア、リアビューカメラ、リアアシスト、LED ヘッドライト、オートハイトコントロール、 LED ターンシグナル付け。3ゾーンフロートエアコンディショナー。運転席。助手席。2列目独立調整自動打ち機循環機能付。純正インフォティメントシステム。ディスカバープロ。モバイルオンラインサービス。フォルクスワーゲンカーネット。コネクティビティ。アップコネクトテレマティックス機。ガイド,アンドインフォーム。パワーテールゲート。挟み込み防止機能。EG オープン機能付。 スマートエントリーシステム、キーレスアクセスを特別装備した。ボディカラーは、ピュアホワイトとディープブラックパールエフェクトの2色で、各色150台ずつ、計300台の限定販売となる。同年7月20日に一部改良。全車で純正インフォテイメントシステムの機能向上を行ったほか、TSI カンフォートラインは、アダプティブクルーズコントロール、と、 レザーファンクションテアリング、パドルシフト付けの2点を TSI ハイラインと TSIR ラインはパークディスタンスコントロール、フロント、リア、前進、後退時衝突軽減ブレーキ機能オフ、リアトラフィックアラート、後退時警告、衝突軽減ブレーキ機能、レーンチェンジアシストシステム、サイドアシストプラスの3点をそれぞれ標準装備し TSIR ラインはさらに18インチアルミホイール、 225、45、R18、マイクロフリースシート、ヘッドライトウォッシャー、ヒーテットウォッシャーノズル、フロント、シートヒーター、運転席、助手席、2列目左右も標準装備した。オプションメニューも変更され、TSI カンフォートラインに設定のセーフティパッケージは、レーンチェンジアシストシステ、サイドアシストプラスを追加し、リアトラフィックアラートに交代時警告。 衝突軽減ブレーキ機能を追加。TSI ハイラインと TSIR ラインには駐車支援システム、パークアシスト、パワーテールゲート、挟み込み防止機能、EG オープン機能付、ダイナミックコーナリングライト、LED テールランプをセットにしたテクノローパッケージを新たに設定した。同年8月29日に限定車、ミラノエディション、ミラノエディションを発売。 上級グレード TSI ハイラインをベースに過去にゴルフの限定車にも採用されていたボルケーノブラウンマイクロフリースナパレザーシートをゴルフトゥーランとして初採用したほかベースグレードではメーカーオプション設定となっているテクノロジーパッケージとディスクバープローパッケージを標準装備さらに17インチアルミホイールを専用デザインに変更したボディカラーは ピュアホワイトとディープブラックパールエフェクトの2色で各色150台ずつ300台の限定販売となる。2018年6月19日一部仕様変更が発表された TSI ハイライン、TSIR ラインに設定のオプションパッケージ、テクノロジーパッケージにおいてハイビームアシスト機能をダイナミックライトアシストへ変更された。 同年9月25日に2.0リットルディーゼルターボエンジン TD 搭載モデルが発表された10月1日発売。グレード体系は TD カンフォートラインと TD ハイラインの2種類が用意される。同年10月30日に限定車 TD プレミアムが発売された。TD ハイラインをベースにゴルフトゥーランで初のレザーシートが採用され、さらにボディカラーで インジウムグレーメタリックを選択した場合には、レザーシートカラーとして、初となる、ストームグレーが採用された、オリックスホワイトマザーオブパールエフクト選択時は、ブラックレザーとなる。その他、ディスカバープロパッケージ、テクノロジーパッケージ、電動パノラマスライディングルーフ、電動サンシェード、UV カット機能風が特別装備された。ボディカラーは2色で、各色150台ずつ。 300台の限定販売となる。2019年2月19日、一部仕様変更。TSI カンフォートラインと T-Day カンフォートラインにおいて、従来はセーフティパッケージでの設定だった、レーンキープアシストシステム、レイナシスト、渋滞時追従支援システム、トラフィックアシスト、レーンチェンジアシストシステム、サイドアシストプラス、リアトラフィックアラート、交代時警告。 衝突軽減ブレーキ機能、プリクラッシュブレーキシステム、フロントアシストの5点が標準装備化され、フロントアシストは歩行者検知機能を追加する改良も実施。これに伴い、セーフティパッケージはインテグレーティッドチャイルドシートの単体オプションに変更された。エントリーグレードの TSI トレンドラインは従来装備されていなかったレーンアシスト、トラフィックアシスト、 歩行者検知機能オフ、フロントアシスト及びアダプティブクルーズコントロール、区が標準装備されるとともに、パドルシフトとレザーマルチファンクションステアリングホイールも標準装備された。二千十九年十月一日、一部仕様変更。TD カンフォートライン、TSI ハイライン、TD ハイライン、TSIR ラインにおいて、四グレード共通で純正インフォテイメントシステム、ディスクバーップロを ETC2.0 対応車載機、モバイルオンラインサービス、フォルクスワーゲンカー、ネット、リアビューカメラ、リアアシスト、サンブラインド、リア左右を標準装備。さらに、ティデイ・カンフォートライン、TSI ハイライン、ティディ・ハイラインはアルミホイールが新デザインに変更され、ティデイ・カンフォートラインはスマートエントリースタートシステム、キーラサクセスも標準装備された。 TSI カンフォートラインはオプションのアップグレードパッケージにサンブラインド、リア左右とスマートエントリースタートシステムキーラサクセスが追加されアルミホイールが新デザインに変更された。社名のトゥーランはドイツ語で自由な旅を表すツアー社ランからの造語を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。